おお、大輔だ。恥ずかしいから早く帰れ。嘘でも今忙しいからとかなんとか言ったらどうだ大輔。だいたいうちのどこに外食する余裕があるんだよ。このくらいなんとかなるわよね。そうそう、お兄ちゃん心配しすぎ。ああ、さっさと帰れ。いらっしゃいませ。東田くんのご家族なんですか。いつもお世話になってます。いやこちらこそ大輔が。ハンバーグステーキですね。受けたまわりました。お待ちくださいませ。村主さん。あら東田くん、復活したのね。うちの家族なんか変なことを言ってませんでした？聞かなかったことにするわ。え、ちょ、どういうことです村主さん。店員さん、お勘定。大輔、うちでは家族でもここでは客と店員なんだぞ。ちゃんとけじめをつけて働きなさい。たまに真面目なこと言いやがる。ありがとうございました。8208円になります。よろしい、うん。あ、大輔、お父さんお金忘れてきたから払っといてな。